さあ、それでは予選の結果が出ましたので、これから発表の方を、していきたいと思います。さあ、こちらの、ね、方に、皆さん注目ください。特に、出場された選手の方は、この後、ね、決勝出られる方もいらっしゃると思いますので、ぜひ、こちらの方で予選の結果の方を発表していきたいと思います。さあ、それではね、これから、ノースジャパンヨーヨーコンテストの、午前中に行われました予選の結果の発表を行っていきます。これからコールされた選手の方は、この後、2時40分から開催される、決勝の方に、駒を進めることになりますので、皆さん準備をして、CD などで、ね、提出していただいて、準備をしていただければと思います。それでは、開催部門順に発表していきますので、まずは 5A 部門から、いきたいと思います。さあ、 5A 部門、今回ですね、2名の、選手が、決勝へ進出となります。さあ、それでは、第1位から発表していきたいと思います。最終得点 88.0 ポイント、阿部義弘選手、おめでとうございます。続きまして、最終得点60.9 ポイント、亀谷輝夫選手、おめでとうございます。以上の2名が、この後、決勝に進みます。準備の方で、ね、お願いいたします。続きまして、ノースジャパンヨーヨーコンテスト3の、予選を、予選結果の方を発表していきたいと思います。3名の選手が決勝へ、進出となっております。最終得点 90.5 ポイント、あ、失礼します、第1位ですね、第1位、最終得点が 90.5 ポイント、山口優斗選手、おめでとうございます。第2位、最終得点 78.5 ポイント、くるみさわゆうき選手、おめでとうございます。第3位、最終得点 75.1 ポイント、木下俊二選手、おめでとうございます。以上の3名が決勝戦へ進出となります。続きまして、 1A 部門、結果の方を発表していきたいと思います。ノースジャパンヨーヨーコンテスト 1A 部門予選、第1位、最終得点 94.5 ポイント、荒谷紫耀選手、おめでとうございます。第2位、最終得点 83.2 ポイント、秋葉弘隆選手、おめでとうございます。第3位、最終得点 65.4 ポイント、橋本光陽選手、おめでとうございます。第4位、最終得点 62.8 ポイント、伊佐井智春選手、おめでとうございます。すいません、決勝に参加する方6名ですね、言うの忘れてます、6名、あと2名となります。第5位、最終得点 60.8 ポイント、小出翔聡選手、おめでとうございます。さあ、最後の、ね、1名となりました、 Y 部門の、決勝戦に出場できる最後の選手、第6位、最終得点 57.9 ポイント、倉本歩夢選手、おめでとうございます。以上の6名が、決勝戦へ進出となります。続きまして、2A 部門、こちらの方は2名の選手が決勝へ進出となっております。ノースジャパンヨーヨーコンテスト 2A 部門予選、第1位、最終得点 87.0 ポイント、川原田健太選手、おめでとうございます。第2位、最終得点 81.0 ポイント、大熊直樹選手、おめでとうございます。以上の2名が、決勝へ進出となります。準備の方よろしくお願いします。そして最後は、4A 部門、こちらの方の、予選結果を発表いたします。ノースジャパンヨーヨーコンテスト 4A 部門、5名の選手が決勝戦へ進出となっております。第1位、最終得点 91.5 ポイント、大西翼選手、おめでとうございます。第2位、 81.0 ポイント、橋本光陽選手、おめでとうございます。第3位、最終得点 67.8 ポイント、亀谷輝夫選手、おめでとうございます。第4位、最終得点 67.1 ポイント、
竹内敦史選手、おめでとうございます。最後となります、第5位最終得点 64.5 ポイント成田博樹選手、おめでとうございます。以上の5名が決勝へ進出となります。おめでとうございます。今コールされた選手は、準備を、お願いいたします。受付の方で指定室、の方をお願いします。そして使用機種、事前に、エントリーしていただいた時の使用機種に変更がある場合にはこちらの方も、受付の方で伝えていただければと思います。それではこの後ですね、14時40分から、スタートになります。まだね、ちょっとお時間ありますが、ぜひね、調整や、あとね交流なんかにもぜひ皆さん、使っていただけたらと思います。14時40分から決勝戦の方がスタートします。